フットボールクラブオルダバスはカザフスタンの南カザフスタン州シムケントをホームタウンとするサッカークラブ。2000年7月、テミリーズ・シムケントとディジャー・シムケントが合併し、ダスタイク・シムケントが誕生した。ディジャー・シムケントは1960年以降、1960年はイエニベック・シムケント、1961年から1980年はメタルルグ・シムケント、 1981年から1992年6月はミリレーター・シムケント、1992年6月から2000年はディジャー・シムケントの名前でサッカーリーグに参加していた。ディジャーのユニフォームカラーは白と青だった。テミリーズ・シムケントは1998年以降、1999年はシントズ・シムケント、1998年と2000年は テミリーズ・シムケントの名前でサッカーリーグに参加していた。2000年はシーズン中にディジャーと合併したことにより、テミリーズの成績はダス・タイク・シムケントに引き継がれ、ディジャーの残り試合は全て苦戦敗扱いとされた。2003年、ダス・タイク・シムケントからオルダバス・シムケントに解消した。2007年、カザフスタン・クボグイ決勝に進出したが、FC、 トボルに敗れて、準優勝に終わった。2011年、カザフスタンクボグイ決勝で FC、トボルに勝利し、初優勝を果たした。2012年、カザフスタンスペルクボグイに、カザフスタンクボグイ優勝チームとして出場し、カザフスタンプレミアリーグ優勝の FC シャフチョール、カラガンダに勝利した。ナッシュテン。ありがとうございます。